えば x3 乗イコール1になる数字をオメガとか言ったでしょ、ね、懐かしいけど。でこの3乗イコール1の数字をまああとで5乗に行くんですけどね、こうでしょ、でこれこうでしょ、ここまでいいですね。でですね、これが0になるやつかこれが0になるやつだから2分のマイナス1プラスマイナスルートマイナス3になりますよね。で今虚数の話してるんで、あんまり聞ける人は聞いてくださいね。実は虚数の話から言って今日は学校にならないことをしてるんですけど、 x3 乗イコール1ってことは x3 乗イコール1で3乗して1になるものを探しましょう。それ 1はもう遠慮なく3乗しても1ですね。 x-1 が0だから、そしたら1は OK です。問題はこういう数字が出てきます。ところがこれはルートマイナス3って数字になってるんで数直線上にない数字です。でこれをどうするかというと、2分のマイナス1プラスマイナスこのルートマイナス3をルート3とルートマイナス1に分解して、ルート3はいいんですけどこのルートマイナス1のことを i というふうに言いましょうと。なんか忘れたけど意味なんとかやったねことだね調べてください。YouTube だからみんなウィキを見てください。でこういうふうになってます。で問題はこの数字を数直線上に表すことはできないんで、数直線がこうだったらこれをリアルナンバーって言って現実の世界でこれが i って書いて、まあなんかそれは調べてくださいね。もう忘れたんですけどこうなってます。そしてですね、どう表すかなんですけど、ですねこの数字は下入ってると思いますけどマイナス2分の1とプラスマイナス2分のルート 3i という数字になってます。だからこれを数字で表すとマイナス2分の1は合ってます。マイナス2分の1です。入りませんねこれで一つは2分のルート3だからここです。ここを i といって2分のルート 3i という数字です。これ縦軸が虚数になります。でここがマイナス2分のルート 3i になります。そしてベクトルみたいにちょっとすみませんここ入りませんので構成にしますが、ここが実はマイナス2分の1マイナス2分のルート 3i というふうにしましょう。ここの位置がマイナス2分の1プラス2分のルート 3i としましょうと、こういうふうに決めます。でこれを複素平面といって意味不明なんですけど複数の素の平面と言います。でこれどういうことかというとね、素数が2つあるということやからこの i がついてるやつと i がついてないのは両方とも素数って考えるわけだから、素っていうか元って考えてこれを虚数書き順間違えたから気にしないでくださいね。虚数ですね。でこれ実数です。だから実数と虚数っていうのは相異なるから素数って感じか、その語源はまたこれ無意義ですけど、ともかく2つの実数と虚数で複素ということで複素平面と言います。でここまではこれでいいんです。で問題はここからです。ここからが感動でございまして、実はここから図形的に見るとこれ120度です。でここからは240度です。なぜか21ルート3だからでしょね。だからこれが2分の12分のルート3、これが2分の1だったらこれ1です。21ルート3の三角形です。だから120度です。そこでなんと実はここからがポイントで x をマイナス2分の1プラスマイナス2分のルート 3i という数字を改造します。どう改造するか、プラスだけしましょう。コサイン120プラス i サイン120というふうに置きます。って感じになるでしょうけどいいですか。コサイン120プラス i サイン120です。すみませんここはもう消してもいいですね。そしたらなるでしょこれ、ちゃんとなってない。横がコサイン縦がコサインでしょ、なってないきれいに。これすごいでしょ。でじゃあもちろんさっき言った x はマイナス2分の1プラスマイナスですね、今度引くです。引く2分のルート 3i はコサイン240プラス i サイン240です。合ってるでしょ、なのでしょ。でここまではまだいいです。じゃあマイナス2分の1プラス2分のルート 3i を3乗しましょう。で3乗するとこれどうなるかというと、頑張ってよやってよどうなの3乗3乗一応やらないからいかんか、これはじゃあどうなの。いやそれはいいけどさ、ちょっと計算してよ。8分の 1？ どうなの次 3倍 3a 事乗 b 3a 事乗 b だからどうなの、プラス8分の3ルート 3？ いやちょっとやってよちゃんと誰か。こんなん嫌だよこれ。どうなのこれ8で次ははい次マイナスだよねきっと。イエスどうなのマイナス、2分の9、プラス2分の9。一応先生ちゃんと頑張ってねちょっと YouTube 出てるようんちょっとどうなのプラス2分の2分じゃなくて8分でしょ、8分の9でしょ。本当大丈夫かお前ら。次はマイナス8分の3ルート3。はいやね。そしたらどうなるんですかこれ結果は。1ですね。おお。うん1ですね。じゃあそこで聞きましょう。この1という数字はどうなるかというと、1ってこれでしょ。そしたらこれってコサイン0プラスアイサイン0じゃないですか。この長さ1だから。でしょ1だからコサイン0とアイサイン0でしょ。でこれは別にコサイン360とアイサイン360でしてもいいじゃないですか。でしょ。ということはこれ赤で書きますよ。ここの3乗はここの3乗として、で3乗したらコサインが360プラスアイサイン360なんでしょ。3倍になるんですよ。3乗になったらこう3倍になるんですね。でこれ1でしょ。1でしょ。さあ確かに3乗したら1でしょ。じゃあ同じようにこれも3乗したらどうなるんです。これ3乗したらコサインいくら760でしょ。720。あ失礼しました。こういうのはできるんですね君たちはね、中学入試は。はい。I サイン720。だからこれ1ですよ。3倍になってるんです。そうでしょ。 3×240 3×240 でしょ。こうなってます。でこれがドボンアプルの定理っていうんですけど、一応これまでよろしいですか。メモります、メモなんでもできます別に大丈夫ですね。はいで、ちょっとこれ編集しますけど消しますね。ということでどうするかですけど、じゃあここで応用いきます。はい使うとき来るんですか。使うとき、あ、理系に行ったら使います。電気関係は全部使います。電気関係使います。じゃあ早速いってみましょう。こういう問題です。i×1-i。これはもう簡単に暗算でいけますけど、もし複素数に直すなら、この i というのは何か。こうでしょ。だから1のコサイン90プラス i サイン90にします。で 1-i とはどうなるか。 1-i だからこれルート2なんでかけるルート2のコサインマイナス45プラス i サインマイナス45にします。こういうふうに複素変換って言うんですけどね。そうでしょ。これがルート2でマイナス45だからマイナス40マイナス40で確かに 1-i になってるはず、なってるはずですね。でこれであとこれは1ですね。 1× コサイン90ですね。で掛け算は足し算になります。さっき何倍としましたけど掛け算足し算です。で割り算はそうですね。そしたらその勢いでいくとこの 1× ルート2をそのままにしてコサイン45プラス i サイン45になりますね。90足す9マイナス45だからね。そしたらどうなります。ルート2でコサイン40はルート2分の1、i サイン45はルート2分の1の i ですね。それこれかけたら1プラス i になります。じゃあなるかならないか確認してみましょう。はい i×1 は i です。i かけ i の事情はマイナス1の e とプラス1ですなってます。まあ当たり前のことですけどね。よろしいですか。次に行きますということなんです。わかりました。大丈夫でしょうか。要するに複素数があったら、例えばルート3マイナス i とかだったらチェンジするわけね。ルート3ってマイナス1で2でしょ。でこれマイナス30でしょ。そしたら見た瞬間2のコサインマイナス30プラス i サインマイナス30ってチェンジすることです。で全部こうやって計算していきます。サインコサインで全部やっていきます。わかります。そしたら 1+i の8乗なんて楽勝ですね。そうでしょ。これだったら 1+i の8乗とかだったらどうするかというと、1と i でしょ。だからルート2でしょ。そしたらルート2のコサイン45プラス i サイン45と。でこれ8乗で済むでしょ。でこれルート2 8乗しますね。でルート2の8乗っていくらですか。16ですね。はい。でコサイン45の8乗は45の8倍は、まあそうだね、360ですね。ということはコサイン360、i サイン360ってことは1ですね。だから16です。こういうふうにやっていきます。でこれは使っていいです。使って構いません。よろしいですね。結局 α5 乗が1になるものをって考えるわけでしょ。さあ α5 乗が1だったらもうどう見ても5乗根だよね。要するに5回かけて、それ要するにこれをコサインシータプラス i サインシータと置くんでしょ。でこれ a って置いて、でも a は1になるのは間違いないんだよな。そしたらコサインシータプラス i サインシータの 5乗だよな。これどうしますかって話なんだよな。だからいろいろ解き方があるんだけど、その前にちょっと今日余題でこの辺はいいとして、実は α5 乗引く1がこうなる理由を考えましょう。432してこれ大丈夫ですね。これですね。これでこうなるの知ってますよ。どうしてこうなるの。これってこれは案外そんなに使いますよね。なんでこうなるの。これ等比数列のあでしょ。こうでしょ。これが正しいと仮定すればあんま良くないんだけど、こうじゃないってことはさ、初項が1で項比があるじゃないですか。で項数が5じゃないの。のあとこれじゃない。S5 そうでしょ。まあ1引く R1 引く R の故障でいいけど、ここから来てますでしょ。まあ、知らない分かんない。あなたじゃ分かるよね。等比数列のこうでしょ。こっからこう来てる。ずるいけどそうでしょ。これ SA のこうでしょ。初項が1で項比が5、項比が R で項数が5でしょ。まあ、これ項比ね。そしたら初項が1で逆からいけばでしょ。アルファでこうかけたらこれでしょ。でこれ分母払ったらこれじゃないですか。そしたら同じように α の7乗イコール1もなんじゃないの。絶対こうなるじゃんか。まあ α7 乗引く1は α 引く1の α の6乗から1まででしょ。なってるはずですよ。ここから来てるわけです。よろしいですか。で α5 乗イコール1、これは問題なんですけど、多分これも α5 乗引く1できてっていうのはもうこれこういうふうに来てる。でこれをどうバラしていくかって話でしょ。でヒントは大体パターンとしてこうなんでしょ。アルファプラスアルファ分の1が出てるでしょ。問題何でした。4分の4やったかなでしょ。なってるでしょ。だからこういうふうに来ちゃった時は、まあ、あとこれがなんか大きな A みたいな数字になってたら、これをもうすかさずこうするんだよな。いやまあまあアルファ事乗でくってアルファ事乗分の1プラスアルファプラス1プラスアルファ分の1プラスアルファ事乗分の1にしてしまえば、なんとかこれとこれの関係が出てくるかなって感じでしょう。いいですか。だけどこれは邪道やね。やっぱ多分きちっとこういう複素数平面ができないとこれ気づかないよね、普通の人ね。気づかないよね。アルファ2乗です。アルファどれどれ、アルファ2乗分の1じゃなくてアルファ2乗、ああアルファそういうそうでしたね。アルファ2乗でしたね。そうでした。はい、こうですね。でこれどこで組み合わせか、これはきれいでしょ。だからこれちょっときついと思います。なんか適当な YouTube になりましたね。まあでもドームアブルが分かれていいです。はい、これが1で、ここは Z2 で、ここが Z1 だったら Z2 をかけるという行為は 1×Z2 でこういうふうな三角形ができますということだよね。だから今度は Z1 に Z2 をかけるということは、この三角形と同じものをここにこう作ってやって、ここが Z1×Z2 になります。わかる？これにθかけてこれが延長するわけだから、これもθ2 行って延長する。だからこの三角と黒の三角形が相似で、これが Z1 かけ Z2 になります。よろしいですか。こうなります。だから図で計算ができる。そしてこの1さえ出せばクソ数計算しかない。よろしい。問題はアリさんです。問題はアリさんです。これは大変です。じゃあ1をここにして、これができたらやっぱ頭いいよ。 Z1 と Z2 にして、したら Z2 分の Z1 を求めなさいと図でね。したらこれはやっぱりいつものパターンで Z1×Z2 分の1に分解するけど、そこで1があるから Z2×Z2 分の1を考えたら1ですよね。だから Z2 に Z2 分の1をかけるとここに戻ってきますと。でそれがこれが Z1 にチェンジしただけだから、この三角形と同じ三角形をこう作ればいいと、ここは答えます。でこれが Z2 分の Z1 になります。そうやろ。まず Z2 に Z2 分の1をかけるということは、これだけ戻って縮小してるわけだから、今度は Z1 もそれだけ戻って縮小してます。はい、そうできます。そしたらあとこの座標がこれの計算結果になるはずです。あとは教材を見て、ちゃんと先輩に教えてください。頑張ってね。はい、よろしく。以上ですね。